ムスタファ・キュターヒーのカリグラフィー作品、預言者ムハンマド・デンに基づく村ッカー。上段に、スルス隊による、題名、下段に、ナスフ隊による本文を配当。ムスタファ・キュターヒー・エフェンリは、18世紀オスマン帝国の、農書家。作品は、クルアーンのショークやハディース集中の文言に基づく、ヒルエや村ッカーが多い。ムスタファ・キュターヒーは、アナトリア中西部の町、 キュタヒアに生まれ、とある、シェイフの甥いっ子であったために、シェイフザーでと、あだなされた。記事で読み書きを習った後に、イスタンブルで書学を教えた。ムスタファは、当地で、イブラヒム・ロドスイーに、カリグラフィー、つまり、アラビア文字による書道を学ぶ。亡くなった年はわからないが、ある変額作品中のサインによれば、1787年には、存命であったことが確かである。 ムスタファ・キュターヒーは、イスタンブルのユスキュダルクのカラジャ・アフメト・ボッチに埋葬された。ムスタファ・キュターヒーの弟子としては、ケベジザーで、メフメト・バスフィーがいる。また、ムスタファ・キュターヒーの娘、シェディフェ・エミネ・サフベト・ハーノムも初家であり、イスタンブルのトルコ・イスラーム美術博物館に作品が所蔵されている。ムスタファ・キュターヒーは、クルアーンやハデイスの聖句を、 スルスタイトナスフ体で書き表し、これらを一枚の昼家や村カーの中で組み合わせる様式美を追求した書道作品で知られ、18世紀のオスマン帝国美術を代表する農書家である。トルコのオスマン美術研究家デルマンは、ムスタファ・キュターヒーの様式美が15から16世紀の農書家シェーフ・ハムデュラーに影響を受けていることを指摘する。ムスタファ・キュターヒーは、 ほとんどの作品にアラビア語、アラビア文字で、イブヌシ,シェイフ、つまり、シェイフの息子と署名している。これは、シェイフザーデトトーカーであると同時に、シェイフハムドゥラーの影響下にあることも想起させるもので、ある。ありがとうございます。